デヴェニロッソ NC は、愛媛県新浜市をホームタウンとして活動する、社会人、サッカークラブである。1991年、新居浜商業高校サッカー部 OB を中心に、新商クラブとして創設。クラブ名の、新商は、この新居浜商業高校の略称に由来する。現在では、新居浜商業高校 OB だけでなく、東予地方出身者を中心に構成されている。 2016年、愛媛県、サッカーリーグ一部で2位となり、四国リーグチャレンジチーム決定戦に進出。香川県代表のブルーベリューに勝利し、初の四国サッカーリーグ昇格を果たした。2020年4月、レベニロッソ NC に、クラブ名を変更した。チーム名はフランス語で未来を意味する、エル・アベニールと、 新居浜市で採掘されていたイタリア語でどう意味する、オロロッスをつなげた造語。NC は、新居浜式を意味するにもかかっている。AB 本来であれば、この後、四国サッカーリーグ自動昇格及び、入れ替え戦を決定する、決勝戦と四国サッカーリーグ7位のクラブとの入れ替え戦があるが、この年は、四国サッカーリーグ優勝の FC 今治が、 JFL へ昇格したことに伴い、チャレンジチーム決定戦1回戦勝者2チームは、四国サッカーリーグに自動昇格し、決勝戦及び入れ替え戦は実施されなかった。本来は11試合が行われる予定だったが、愛媛大学医学部サッカー部が、シーズン途中から不参加、全成績抹消となったため10試合となった。中止時点で5勝4敗、得点20。 失点16で暫定5位であった。ありがとうございます。